おはようございます。ディレクト回します。ドラゴンクエストモンスターバトルロードビクトリー実況プレイ始めていきたいと思います。僕のチャンネルのことなんですけど、皆さんに支えられねやってきてるわけですけども、リスナー企画とかね、目隠し企画とかね、見ている人がいるからこそっていうのもあるんですけど、たまに最近見てくださってる方にプロの方がちょこちょこいらっしゃるんですよ。私下手なこと言えないんじゃないかっていや、まあ俺も知識では負けてないと思ってるけど、変なプライド出してるよ。俺急に変なプライド、こういうねプライドが人を悪くするね言ってみよう。いや、今回ついにこちら資料の爪というものを使おうと思います。資料の爪と言いますのは、なんと武器にこちらクロスクローというね、ゾンビ系特攻の技なんですよ。ゾンビ系にダメージが2倍というね、もう凄まじい技ですよ。つまりこれがね、で、ナイトリッチに当たればダメージが2倍。もうトントンめっちゃ強いんじゃないかと思っております。お供が気にされること、オーシャンクロー完全にデンタザルスを殺しに来ております。いいパーティーだ。さて、というわけでね、敵に今回ゾンビ系デュラハンが存在します。ということはクロスクローでデュラハンを狙えれば、大ダメージということになりますね。はい。でね、まあ、今回オーシャンクローとキーザーゴンどちらもね、HP が高くて使いやすいっていうね、もう武闘家ではかなりね、これ武闘家なんですよ、今回珍しく。ね、武闘家ではかなりね、鉄板のパーティーみたいになってんじゃないかな、だから。さあ行きましょう。クロスクローゾンビ系に当たるか、当たれば最強。最強最強クロスクロー、イエーイ出たね。あれ聞いた、あれデュラハンにいたね。氷のランズ、いいね。氷ランブが効くんだ、これな。しかも時々ね、相手を止めれます。そしてここでアイスクラッシュ。キスコー久しぶりつえキスコ最強説あんな、やっぱ。キスコ400。よく考えたらアイスクラッシュ400ってことはかなり出てるんですよね。だって、職業系のモンスターってあんま補正入らないから、能力値に。その中でこんなに出てるってすごいよな。いや、クロスクローがよくディラハンに行ったなって感じですね。まあ当たればね、特攻ということで2倍のダメージが与えれます。はい。それはでかいよ。2倍はでけえよ。はあ。ということは、もともと当たるダメージが200だったってことになるんだけど。もともと当たるダメージがじゃあ200ってことか、おい。あれ、なんか敵の攻撃も結構食らってる気がするんだけど、これ。このクロスクローね、もうナイトリッチがね、いっぱい出始めて、なんだ、スペシャルカードを使うの、お前、ルビスだっけ？あの、ナイトリッチがいっぱい出始めたから、一部のプレイヤーがね、大会とかでね、使ってるっていう武器にはなります。はい。はい。賢いことはね、この先が分かるかもしれないですけど、まあちょっとまずは見ててくれよ。うん。ここでクロスクロー、再びデュラハンを狙いたいます。アークデーモンそれ、アークデーモンや。出たよ。出たよ、クロスクロー。あー、もうほら、わけわかんなくなってきた、ほら。霊気を求めて、氷のランプ、賢い！オーシャンクロー賢いね。ちゃんとアークデーモン狙うね。いいよ、いいよ。そう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 。やっぱりね、あの、モンスターには、何度も言います。判断力ってのがあるんですよ。その技を打つ相手に対し、その弱点の相手。例えば、オーシャンクローだったら氷が弱点の相手。まあ、例えば、アークデーモン、ゴールデンゴーレムは氷弱点ですね。それを的確に狙うかどうかっていうね、AI があるんですよ。例えばこのキーソロもバカなので、キーソロも結構バカなんで、デュラハンにこうやって撃つんですよ。ほら。まあ、ルビスあったとはいえな。今ではルビスあったとはいえですよ。だから、まあ、キーソロもね、アイスクラッシュを的確にあんまいい相手に当てないっていうことが多いんですよ。オーシャンクローは氷ランブ、かなりね、アークデーモンちゃんと当ててるんですよ。だからこれが判断力の違いってやつですね。はい、ここでね、煉獄逆、暗黒属性の全体攻撃ですね、はい。はい。ゴールデンゴールも暗黒弱点でよかったね。暗黒属性の全体打撃となったりです。煉獄逆です、今のは。ああ、大丈夫なんか、ねえ。あ、来た、オーシャンクロー、これで終わる。回転のリアット。なんで急に安定を取ったんだい？行くぜ、おい、DQ8 の多くのプレイヤーを絶望としたら、この回転のリアット。破壊力抜群、ウルドンって。さあ、来ました。敵にナイトリッチがございます。このナイトリッチを殺すためにクロスクローつけてるんでね。はい。さあ、敵のナイトリッチ、ブーヤがね、用意してくれましたよ。
いやー、このブーヤンガチャ大変だったわ。裏事情言わなくていいんだよ。さあ、これクロスクロでね、的確にナイト位置をバチコラ当てていきたいと思います。よろしくお願いします。特攻武器なんでね、もう当たれば2倍のダメージ。さあ、悪霊退散。悪霊退散。あれ、カマッチそれ。それ、悪魔。カマッチは悪魔。ほら、始まったリミー。ダークエッジ、オーシャンクローだよね。君は賢い。お前は賢いな。さあ、氷の南部、これ誰に当たるか。一番氷が弱いといえばカマッチだよね。オッケー。一番この相手の中でね、弱いのはカマッチだから。で、アイスクラッシュをね、こいつは、おーっと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 、気づこう。そうか、氷がそもそも全員効かねえわ、あいつら。これは気づこしょうがねえわ。で、このナイトイチは賢いんで、ドルマがね、的確に狙ってきます。はい、一番ダメージ食らうやつに狙います。キスコだったわ。あれキスコ暗黒耐性あったはずなんだけどな。呪いのかまあ、まあまあ。はい、受ける。スパッと受けてってスパッとね。さあクロスクロ悪霊退散。十字の先行が邪悪を滅ぼす。行きましょうクロスクロ。行くぜ。十字の先行が邪悪を滅ぼす。きたー。うわー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 。嘘だろ嘘、まさか狙うとは思わなかったわ。あれまさか狙うとはね。あ、なんだまさか狙うとは。線出た。まさか狙うとは思わなかったけどな俺。はあ、そんなことあんだ。狙ったねお前。よく狙ったな。はい、開始。 OK。 で、判断力はね高いと、例えばこうやってデビルアーマーに聞いた時に関して、あれ会心が出ることが多いんですよ。アイスカッシュ、オッケー。完璧な流れじゃん。何これ。おい大丈夫、今から本戦だよ。勝負の時に来た。まあ、先ほどあんなにね、ナイトイチに会心劇を出しましたけども、これじゃあなんで大会で使われないのとかいう方も多いと思うんですよ。先ほど話した判断力が問題となってくるんです。判断力っていうのがやっぱりできれば特攻のナイトイチを狙ってほしいじゃないですか。ただあのこの主人公武闘家はその頭が良くない、キースドラゴンと同じように頭があまり良くないタイプなんですよ。だからこのクロスグローが的確にナイトイチに行くかっていうと、いったわ、ごめん。ドンハドンハドンハ。ちょっと待て、違うんだよ。ちょっと待って、俺の知ってる展開と違うんだけど。ねえ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 、俺の知ってる展開と違うぞ。いや、俺の知ってる展開と違うぞ。ちょっと待って、俺の知ってる展開じゃない、俺の知ってる展開と違うんだよ。あれなんだよ、その頭があまり良くないからナイトウィッチをあまり狙わずにデンタサウルスとかに攻撃が集中しちゃって、結局あのクロスクロが生きないっていう話をしたかったんだよ、したかったんだよ。そう、デンタとかバトルマスターに結局行っちゃうよって。武闘家頭、あれ、アバター頭が良くないからナイトリッチを狙わずに他の2体に行くよって。その話をしたいの、俺。何してんの、君たちは。ちょっと待って、君たち。張り切りすぎ、ちょっと待って。オンエアだから張り切りすぎ。で、大会でこういうの見たよ。大会でクロスクロー装備した人見たよ。全然行かなかった。大会でクロスクロー装備した人いたんですよ。で、もう一つの技、この連合漁獲が問題で、見ててください、ダメージ。はい。ね。カスなんですよ、ダメージ。暗黒属性入ってるんでナイトウィッチの軽減されるし、もうカスなんですよダメージが。はい、連合脚使えません。要するに使える技じゃないんですよ。ろくな技じゃないです、連合脚。ナイトウィッチの体勢の暗黒技をなぜか連合脚で打ってしまうっていうのもね、大きなウィークポイントと言えるでしょう。なんか、キースドラゴン狙わないで突っ込んでそうだもん。ほら、あ、大丈夫だった、よかった。爆発耐性あるからね、打撃耐性もあるからね。キスコちゃんは優秀なんだよ。オッケー、オーシャンクロー。え、なに君たち、ちょっと待って、なに、え、ちょっと待って、君たち、え、なにこれ、え、あれ、ねえねえ、このゲーム壊れた。キスコ、オッケー。え、待って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 、やばいってお前ら。え、お前らなんだ、デンタリジプロジェクトの何恥じないけどさ、やばいやばいよ、こいつらがよ。こいつらやばい、こいつらやばい、ねえねえねえ、今回見て、こいつらやばいよ、やばいこいつら。今回理想的すぎるんだよ、流れがあまりにも理想的すぎて怖いんだよ俺。何これ、え、何これ、
で、なんで今回、ちょっと待って、クロスクロア内定打ちにちゃんと行くしさ、会心出すしさ、なんか、やばいんだけど。え、大丈夫？え？悪霊隊さん？悪霊隊さん、デンタダウに行っちゃうんだよ、ほら。ほら、こうなる。これです、これ、これ見せたかった。これが見せたかったんだよな。行かないよっていうのを教えたかったんだよ。よくやってくれた、ちゃんと。でもこれ勝てんじゃないの？ちょっと待って、これ圧倒的に勝てるぞ、これ。なんだったらね、ねえ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 。これ圧倒的に勝っちゃうよ、これ。キスコがナイトリッチに打つ。やっぱ、もうデンタに打てよ、もう。キスコ？キスコ？そうそう。こういうのを見せたかったんですよ、やっぱりね。そうそう。こうなっちゃうんだよね、基本的にはね。はい。だから、始めるのがおかっ、なんだよ、これ。でも待って待って。煉獄客で遊ぶわ、クロスクローで遊ぶわしてた割にはさ、もう、勝つだろ。え、勝つんだよね、これ。絶対勝つよね。煉獄客で俺遊んでたけど、クロスクローでかすぎん？オーシャンクロー止めすぎん？ここでラストに悪霊退散クロスクロー！うわぁ !3 で残りやがったー！ 3 で残っちゃった。え、なに？ここから返されるの嫌で。え、待って、ここから返すのなしで言っとくけど。ね、ここから返すのなしで言う、分かってるよね。やば。やば。やばい、スターフレアが。スターフレアが急に。急にスターフレアがやってきたんやけど、大丈夫？あ、でもガードする。オッケー。結局、運命は戻らねえよ。決めてやれ、ウルドン。来たら、これ、コリドーだもん。イエーイ。誰が理想の試合を出せと言った？はい、というわけで、今回はね、ナイトウィッチの対策武器としてね、使われたこともあるクロスクローンのね、使ってみました。資料の詰めてるんだけどね。ですね、予想以上のことをしてしまったんで、ちょっと動画的にはあんまり美味しくないな。俺動画的に美味しくない。まあ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 、いいでしょう。大会にこうやって参加した人言うんですよ。でも本当に全然行かなくて負けてた。クロスクローは、ね、リッチに行かなくて、本当にね、なんで行かないのって感じでね、負けてた。その人たちの無念を晴らしたってことで、はい、今回、まあいいか。あと、おしゃくの強かったね。キスコはまた、別の機会にね。というわけで今回これぐらい終わりたいと思います。お疲れ様でした。